はい、萩さんです。おはようございます。3日目になりますかね。まあ、1日目は本当に回ってないっていうのもあるんですけど、萩さんね、前からちょっとね行きたかったなっていうところ、また第2弾ですね。今ね浜名湖来てるんですよ。随分静岡の東から西へグイってなって浜名湖来てるんですよ。ちょっとねヘリ乗りたくてね来ました。でね、やっぱりね、あとこの度全然ご飯の紹介はしなかったと思うんですけど、ここのうなぎを食いたいってただこれだけなんですよ。他はどうでもいいというか、あまりリッチなものではなくていいかななんて思ったんですが、浜名湖のうなぎを食いたいとっていうのもありましてですね、足を伸ばしました。かなり足を伸ばしました。まあ、もちろん車中泊なんでね、快適に過ごさせていただいたんですけど、ちょっとねここ来る前もっと太平洋の方に行ったんですけど、いや綺麗ですね。あんまり撮っては動画に撮らなくて、そのところで車でビューッと走ってて、もう浜名湖と海と、あとね浜名湖大橋だったりとかって、あの辺の下を映したりとかしながらねやったんですけど、いいですね、いいとこですね。皆さん釣りをやっぱりいっぱいやってる方多かったですけどね。さてさて、今日はねメインはもう浜名湖で少しうなぎを食べるって、これだけですね。まあと遊覧船とロープウェイがあるので、これの2つは乗っていきたいなと思います。で、午後はちょっとまたね行きたいところ、今度は帰る方向にはあるんですけど、一箇所あるんでそこだけ寄って静岡の旅終了に しようかなと思っております。広いですね、本当に広い、びっくりしました。後ろにね遊覧船が見えてるかと思うんですけど、まだ早い時間なのでね空いておりますし、風も吹いてない。もう昨日もお話しさせていただいたかもしれないですけど、観光地にはね午前中に来るのが一番萩さんの持論がありますので、ね、風が吹かないから。じゃあ出港までもうちょっと時間かかるのかな。あとほらあそこにもロープウェイが見えてるかと思います。あっちも行きたいなと思っております。やってるかどうか正直わからないですけど、まあ、やってるでしょ、この連休みたいなところですからね。じゃあ行ってみましょう。では、じゃあね、チケットを買いました。1000円なんですけど、 JAF カードを見せると100円引きみたいですね。周遊コースとこのあと3日目の方にの漁港というか停泊港に行くコースがあります。で、そこでまた戻ってくるっていうコースもあるみたいな。それはちょっとね倍の金額、その1800円かなっていうことを言ってました。向こうに着いて15分休憩してまたこちらに戻ってくるっていう、まあそれでもいいんですけどね。萩さんはね周遊コースって選びました。東名高速道路の下をくぐるっていうやつですね。それをちょっと見たかったなと思ったんでね、まあ、両方とも人気があるかと思うんですけど、広さを感じるんでしたら3日目まで行くっていうのはいいかと思いますね。周遊なんでぐるっと回るだけなんで、いやしっかり待ってみましょう。いや素晴らしい、いいですね。なんかもう遊園地も稼働し始めましたね。よいしょと。あと乗り放題みたいなのあるみたいですね。こっち行って周遊行くのか向こう行くのかっていうのを、まあまあいろいろと旅のプランを考えながらやればいいんじゃないですかね。愛さんは一緒とぐるっと回って帰ってくるコースがいいなと思ったので、それに調べます。じゃあ乗るまで少々お待ちいただければと思います。来ましたのでね、乗りたいと思いますね。乗り口が何回かあるんですけど、萩さんが乗るのはこのフラワーパーク港ところは、まあ、駐車場がね200円で止められるっていうのがあったんでね、そこで止めました。魚もいっぱいおりますね。キラキラ光っておりますよ。これで30分かけてぐるりと回ってまたこのフラワーパーク港に戻ってくる、そんなような案内ですね。2階の方がいいんでしょうかね。やっぱり下は涼しいかもしれないですけど、暑いけど2階に行ってみましょうか。お客様に守っていただく事柄や万一の場合に備えての心
は堀江という地名でした。また明治の初めわずか4ヶ月ではありましたが、静岡県庁や浜松県庁となり堀江県庁があったところでございます。いやいいですね、船はいい、気持ちがいいですね。今船尾の方に来ます。以上ね、船乗ってますよ。ちょうどね、東名高速の下をくぐる感じですね。いやいいですね。やっぱりこのくぐるのがいいですね。そう、なかなかこれはダイナミックな感じがねいいですよ。上ぐーっと、これをね普通に100キロで走ってるんですからね、はえってもんですよ。でも先ほどねご説明ありましたけど、10年かけて作ったっていうのがありますのでね、これでもう利便性がずいぶん変わったんでしょうね。いやいやいや、この景色がなかなか見ものですわ。いいですね。あまりにも広いんでね、端が見えないですね、浜名湖は。びっくり、こんなに広いと思いませんでした。やっぱり体感するのと大違いですね。やはり水上バイクだったりとか、いろいろアクティビティやってる方は多いですよ。わあ、波もね、そんなに穏やかな形、湖なので、カヤックもやってたとか、こういうね、水のレジャーっていうのはもう今の時期なんか一番メッカじゃないんでしょうか。なかなか冬じゃできないですからね。素晴らしい、先ほどはね、こう乗る前は海の近くもいたんですけど、そこはなんかやっぱり河口かなって感じしましたけど、上流の方行きますと、やっぱり違うな、湖だっていう感じは感じ取られます。このままね、残り15分ぐらいだと思うんですけど、船の旅を楽しんでいこうかなと思います。
船内に戻ってきました。ここねクーラーが効いてて涼しいですね。外は外で風が吹いていいんですけどね。いろんな場所から見るのがいいですよね外だけじゃなくてね。いや面白い。船はいいですね。普段あまり電車とか乗らないんでね、すごい新鮮に感じますよ。萩さんの場合はロープウェイだらけ、乗ってるのロープウェイだらけなんですけど、先ほどこの係の人が言ってましたけどね、もう今の時間はもう第1便なんですよ。9時20分の便でこの周遊をやってるんですけど、もう他の時間はもう人が多いって言ってましたね。1日1000人から軽く超えるみたいな感じでおっしゃってましたんで、でチケットが足んねえとかって言ってたんで、すごいなこの連休というか、やっぱり出かけるっていうのは楽しいんでしょうね。萩田も楽しいと思いますし、ね、ちゃんと気をつければいいと思いますね。そうじゃなくて皆さん経済回ってきませんからね。素晴らしいですやっぱり。萩さんね、一人だけかと思ったら結構いらっしゃいましたね。びっくりしました。こんなにいると思いませんでした。朝一番のコースなんですけど、よかったですよ。30分でぐるぐると回りますのでね。あそこの観山寺温泉のホテル4000人も泊められるっていう話がありました。すごいですね。湖畔のところで見るんだから、 夕焼けとかね、綺麗なんでしょうね。料理も絶対美味しいじゃないですか。いろんなもの取れるからね、羨ましいな。泊まってみたい、ぜひ泊まってみたい。到着しました。着きましたよ。いや、よかった。水上散歩って感じですね。ああ、すごい、結構人がいらっしゃいますね。まあ、もちろん家族連れも多いんですけど、予想以上に人気ですね。もっとすごいんでしょうね、昼間。まあ、気分がいいですからね。さてさて、じゃあ次のところ行ってみましょうか。